そうなんだけど、もう終戦直後ね、あの佐藤さん方たちがこちらにおいて避難民ですね、平城市の人民委員会に埋めたわけで、あの文章に書かれているように、あの外場も建ったんですけれども、外場は今なくなって一体あちらの方からこちらの方まで、こちらの方には中野さんが、要するにこの会話です、民間人は近寄らないようにしますので、だから道の方へ言えば、あのこちらの今車のとこ来たでしょ、それ入ってくる。ここにはずっとこのまま置けるんでしょうか、ね。そうですね。ここは朝鮮の方の墓だから、お墓はこっちですね。部位類と500基ぐらいで、当時 の、 あの資料とか仕事体ぐらい の、 あの遺骨を埋葬した塔の話、見える鉄塔があって、あちらこちら の、 あの、道、あの小道が見ればあの顔が小さいのですが、やっぱし女の子ずっとしたんですけれども、はい、感覚的にこう、どっかこっち置いとこうさっき。痛い。これは痛い。痛い。あんまり深く掘りすぎないで。まあ、だいぶ、あの、出れば、そうですね。下がりましょう。ちょっと、目は。この上に石を置きましょう。石を置かんと、ちょっとろうそくがついてますから、どうぞろうそくの方で。ここ平壌市郊外の流山墓地に眠る、さぞ寂しい思いをされていたこととも、旧満州や朝鮮北東部から戦後の生活をしていれば、決してあの時正明さんが今日ここにいます初対面ということになります。シャリシ地球不意空空
し、薬無量でしゃり。